ザイルバーン、コブレンツとは、ドイツのコブレンツにある都市作動。連邦演芸博覧会開催に合わせ、前年の2010年に開業。ラインガー沿岸とエーレンブライシュタイン要歳近辺の丘を結んでいる。全長890メートル、高さ112メートル。連邦演芸博覧会の略称、ブガから、ブガザイルバーンとも呼ばれている。ザイルバーン、 コブレンツの航空写真ゴンドラからのコブレンツの長目谷駅山駅ゴンドラからエーレンブライシュタイン要塞の長目ゴンドラの内部半期の詳細、日本の試作と中間英作がはっきり見える2011年開催の連邦園芸博覧会のため環境に配慮した新たな公共交通機関として2010年6月に建設されライン川沿岸の生活通る大聖堂と エーレン・ブライシュタイン要塞前の高原を結ぶ。ドイツ発のサンエスロープウェイ方式で、半期は毎時7600人もの輸送容量を持ち、通常4月から10月まで営業している。建設は、オーストリアの作動専門メーカーである、ドッペルマイヤー、運営は、子会社のスカイグライドイベント、ドイツ有限会社によって行われている。建設費は、約1200万ユーロ。 当初は連邦園芸博覧会終了後は解体される予定だったがユネスコの承認を受け対応限界の2026年まで運行が許可された。2011年の連邦園芸博覧会計画期間中、コブレンツはライン側のサガンとエーレンブライシュタインで分離された中核地域をどう結びつけるかという問題に直面した。1957年、 連邦園芸博覧会開催に伴い、開催地であるケルンにおいて、ライン川公園とライン川砂岩の動物園、植物園を結ぶケルンザイルバーンが建設された事例があったため、この事例に習い候補として挙がったのは、バスと作動だった。最終的に作動による輸送がバスと比較して優れたライフサイクルアセスメントと判断されて計画が進められて様々なルート案が提案されたが、 最終的に要塞までの直線ルートが採用された。2008年11月、オーストリアのドッペルマイヤーによる作動建設が決定。2013年11月までの期限付きで、同社が作動の建設、運営、解体を行う契約が締結された。当初はユネスコ世界遺産のライン渓谷中流上部保全ため、3年後に解体される予定だった。 市民団体のプロザイルバームはライフサイクルアセスメントのの観点から解体予定日以降もこの路線を存続させることを訴えた。ありがとうございます。